レミー・マルタンは、コニャックの生産、販売を主に手掛けるフランス企業。1724年に創設され、コニャック市を拠点とする。世界最大のコニャック生産企業の一つであり、フィーヌ・シャンパーニュの特化ブランドである。また、フランスのラグジュアリービジネスを世界的に推進、奨励する、コルベール委員会のメンバーブランドでもある。ポール・エミール・レミー・マルタン。 レミー・マルタンのブランド名は、1695年に、ルイヤック近郊で生誕した創業者の名前に、由来する。ブドウ栽培業、ワイン醸造業の傍ら、1724年に、コニャックの取引所を開業したのが始まりである。1773年の彼の死後、彼の同盟の孫にあたるレミーがその事業を引き継いだ。1841年には、 ポール・エミール・レミー・マルタンが事業の管理をしていたとみられ、ブランドは大きく成長することとなる。彼はボトルやケースにギリシア神話に登場する怪物であるケンタウロスのブランドロゴを入れた。これはマルタン自身がイテザの生まれであったことに由来している。レミー・マルタンは中国では人と呼ばれ、これは文字通り人の頭部を持つ馬という意味である。戦艦機は 1910年からレミー・マルタン紹介のパートナーであった弁護士で商人のアンドレルノーが事業を主導し、1927年に最初の VSOP としてフィーヌ・シャンパーニューを発売した。これ以降、レミー・マルタンは世界的に販売されるようになった。第二次世界大戦後も、レミー・マルタンはアンドレルノーの娘婿であるアンドレ・エリアール・デュブレイユ。 手動の下で引き続き交流した。1965年のアンドレルノーの死後は、アンドレ・エリアール・デューブレイユが代表の座に就いた。アンドレ・エリアール・デューブレイユの息子たちも次第に事業に加わるようになった。中でも娘のドミニク・エリアール・デューブレイユは1988年にゼネラルマネージャーとなり、その2年後には代表に就任した。1991年、レミー・コアントローを ファミリーグループに編入した。レミー・マルタンの建物レミー・マルタンのコニャックはすべて、フィーヌ・シャンパーニュ・コニャックの故障を持つ。フィーヌ・シャンパーニュ・コニャックとは、グランド・シャンパーニュとプティット・シャンパーニュの二つのクルーから、作られたオード・ビーのブレンドで、かつグランド・シャンパーニュの比率が50%以上のもののみを言う。グランド・シャンパーニュのオード・ビーは、石炭質の土壌により、 極上の熟成ポテンシャルと特有の芳醇さを合わせ持つ。1984年以降、レミー・マルタンはアンドレルノーの主導の下でこの配合に特化した。1960年代には、レミー・マルタンハウスのアンドレ・エリアール・デューブレイユが、プティット・シャンパーニュとグランド・シャンパーニュの南前というワイン生産者と上流業者を呼び集め、同盟を設立。レミー・マルタンハウスの 約90%のオード B を供給する協力関係を築いた。フィーヌ・シャンパーニュのコニャックの80%はレミー・マルタンハウスから市場に出ている。レミー・マルタンはブドウの蒸留過程で発生する檻を保持するために小型の銅製、スッチルを用いた伝統的な蒸留手法を採用している。熟成にはリムーザンオーク材の樽を使用。 熟成過程でアルコールが蒸発し、セラーの内壁を黒ずませながら、途中の休息期間と樽の交換を経てゆっくりと時間をかけて進化を遂げる。木材、酸素、オードビ B の間の交換は一定であり、どのスタイルが求められるかによって、側板の目が荒い新しい樽か目が細かい古い樽で熟成するのかが選定される。そして最後に異なる樽とブレンドすることで、 コニャックが作られる。レミー・マルタンハウスの現在のセラーマスターであるバティスト、ロワゾーは34歳でその役職に就任し、アンドレルノー、アンドレジロー、ジョルジュクロ、ピエレット・トリシェラの後を継いだ。1972年に作り上げられた、レミー・マルタン VSOP は、世界全体で最も販売数の多い VSOP である。百七十二年から、 現在のすりガラスのボトルを採用している。レミー・マルタン VSOP マチャーカスクフィニッシュ2011年に作り上げられた VSOP マチャーカスクフィニッシュはヨーロッパのみでの販売。グランド・シャンパーニュとプティット・シャンパーニュと同じテロワール、同じ上流法で作られるが、20年ものの樽でさらに1年の熟成期間を設ける。1997年発売。名称は、 フランス王類15世がそのクラフトマンシップを称え、レミー・マルタンにアコードロイヤルの称号を授与する1738年制定の直例に由来する。1986年に作り上げられた八角形のボトルが特徴的なレミー・マルタンクラブは中国のみでの販売。2015年に発売したレミー・マルタンクラブコネクテッドボトルは酒瓶としては世界で 初めてとなる NFC を搭載し、高いセキュリティレベルで偽造対策が施されている。レミマルタン XO エクセレンスセラーマスターのアンドレ・ジローによって1981年に作り上げられた XO は400種以上の異なる O と B がブレンドされている。セラーマスターが選定した単一の樽によるブレンド方法を採用。 オードビーの熟成年数は最低でも20年以上のものを配合している。セント頭ド・ディアマンはレミー・マルタンの中でも最も上等な10%のオードビーのみを使用し販売価格も高く設定されている。免税店限定販売。熟成セラーのセラーマスターが選定したユニークな特徴を持ったセラー N16 とセラー N28。2010年に アメリカ限定で発売された、レミー・マルタン初のスピリッツ、レミー・マルタン V。オーク材の樽での熟成プロセスを経ず、下肢14度のフィルターを通すことによって、透明で梨や新鮮なミントが、ほのかに香る後味がある。コニャックではなく、オード・ビード・版に分類される。レミー・マルタンハウスは、商品のイメージ展開のために、カリフォルニア州出身の俳優ジェレミー・レナーや、 中国人俳優で歌手の工業名、台湾人、マンドポップ歌手のサイリンなどといったアーティストとのパートナー契約を結んでいる。2008年にはアメリカ人の写真家デビッド・ラ・シャペルがボトルのデザインを手掛けた。2013年にレミー・マルタンが発売した限定版 VSOP はアメリカの歌手でプロデューサーのロビンシックが協力している。ラップ界では ヘティワップの作品の中で、レミー・マルタンの1738が頻繁に登場している。1980年の市場経済への移行期の中国で、レミー・マルタンは王朝修行とともにベンチャー的な市場参入を試みた。外国籍のワインメーカーとしては中国全土で初めてであり、ジョイントベンチャーとしては二例目であった。ありがとうございます。